ウリの木は、水木かウリの貴族に分類される、落葉小高木低木の一種。和名は、葉の形態がウリに似ていることに由来する。中国名は、八角風。樹高は2から4メートル。幹はほぼ直立し、樹皮に裂け目はない。葉は大型で五生し、長さ10から20センチメートルで浅く3から5列し、稀に、不分裂、裂片の先は長く伸び。 傭神器部は深く暗入する。葉の質は薄く、表面は難毛が散在し、裏面は難毛がやや多い。傭兵は4から10センチメートル、傭兵が頭蓋を包み込む。傭兵内目で葉があるときは頭蓋が見えない。葉にフラボーノイド化合物が含まれている。葉の脇に周産カ所で白色の花を数個吊り下げる。つぼみは細長い円柱型で、 長さ約3センチメートル。花弁は長さ3から3.5センチメートルの線形で6個あり、強く反り返る。約は黄色で細長い。花器は5から6月。角果は長さ7から8ミリメートルの楕円球形で熟すと藍色になる。中国の中部と東北部、朝鮮半島と日本の温帯から団体にかけて分布する。日本では北海道、本州、 四国、九州にやや普通に分布する。山地の林内に生育する。山林のエぎとして利用されている。従来のクロンティスト体系と新エングラー体系では、ウリの木下に分類されていた。基本編集のモミジウリの木は、西日本にやや稀に分布し、葉がやや深く3から7列する。同族の島ウリの木は、九州南部と沖縄に分布し、葉が全円で、 花弁が7個。日本では以下の都道府県によりレッドリストの指定を受けている。高知県ではモミジ売りの木が絶滅危惧アイビー類の指定を受けている。ありがとうございます。